関西学院大学5つのキャンパスの中で最も古い歴史を持つ西宮上ヶ原キャンパスは日本有数の美しいキャンパスとも言われる国の登録有形文化財である時計台、旧図書館などスパニッシュミッションスイルで統一された建築群と約240種4万9000本に上る樹木に囲まれている。2009年、平成21年には 経済産業省認定の近代化産業遺産群、属33の一つに認定されている。また、2017年、平成29年には、学校法人関西学院と、キャンパスや建物の設計業務を担ってきた、株式会社日本設計に対して、一般社団法人日本建築学会より2017年日本、建築学会賞、業績がられた。 日本キリスト教団の継続で、キリスト教、プロテスタントに基づいた教育を行っている。関東に対する関西として、ウエストジャパンすなわち、関西が関され、そして、当時多くのミッションスクールが、英和学校と呼ばれていた伝統を破ってカレッジ、すなわち、学院と西日本で最初に、日本国内では、明治学院に続き、名付けられた。また、当時のいわゆる、 新進学とは漢音ばかり読む傾向であったので、関西を、区安性区安性と、漢音で呼ぶこととした。現代金遣いの制定によって、区は、区はの表記が少なくなった現在も、その表記は踏襲されている。また当時の日本では、幕末以降の和製漢語は、ほとんどが、漢音に読みであるため、漢音での読みが進んだ印象を持たれるようになり、本来は、 くれ音読みする単語も漢音読みをすることが若者を、中心に流行していたため、関西も、関西と読んでおり、孔明もその読み方で付けられた。つまり、当時は、格好の、良い読み方であったわけである。いずれにせよ、関西学院を、関西が、福音と読むのは誤りである。一部で、キリスト教主義大学であるから、仏教で多用される、御音読みを嫌ったなどとする説があるが、 学院の部分は、ご音読みであるなどから、全くの俗説と言わざるを得ない。マスタリーフォーサービスが、学院全体のスクールモットを、公訓である。1912年に、小学部の初大学部長であった CJL ベイツ、後の第四代委員長が提唱した。ベイツは、アワーカレッジモット、マスタリーーサービス、という文章を、証拠、第一号。 1915年に発表し、この校訓について解説をしている。関西学院の上が原いを、後、学院全体のスクールモットーとしてこの言葉は用いられるようになった。マスタリー法サービスは、1952年頃より、奉仕のための連達と訳されるようになった。なお、ベイツの出身校の一つであるカナダの大学、マギル大学のマクドナルドキャンパスのモットーも、 マスタリー法サービスである。マクドナルドキャンパスでマスタリー法サービスがスクールモットーになったのは1906年のことであり、この大学はメソジストとの関係も深い。エンブレムは当時学院を構成していた中学部、三日月、進学部、聖書、文学部、ペント、松明、交渉部、ヘルメスの杖を表し、特に三日月は関西学院では、 新月あるいは、現月とこれ、学院全体のシンボルマーク、交渉、学院賞ともなっている。これは、創世期の学生が自らはどうあるべきか思索に、ふけっていたところ、終点に輝く三日月に啓示を受け、今は未熟だが、三日月がやがて満月となるように、日々少しずつ成長していこうと悟ったのを学院が、交渉として採用したと言われ、月が自ら光らぬように、我々、 人間も神のお光を受け地上を照らせる存在となりたいとの願いも込められている。なお、KG やマスタリー法サービスの文字のフォントは、交渉等の制定時は特に指定がなく、ローマン系の文字を使っていたが、現在はフォントが指定されている。明治十九年八月に来日した、米国南メソジスト派宣教師、JW ランバス一家は、同年十一月に、神戸、 元町の外国人居留地に読書館を設立し、後に多額の資金援助と大量の書籍を提供した、米国ミズーリ州の牧師、W.B. パルモア氏にちなんで読書館を、パルモア学院と命名した。明治22年18、1889、J.W. ランバス氏の子息、W.R. ランバス博士が、パルモア学院昼間部を母体に、関西学院を設立した。 1889年、明治22年9月28日、アメリカ南メソジスト監督協会派遣の宣教師、ウォルター・アール・ランバスによって、いわゆる、原田の森、兵庫県内郡、原田村、現在の神戸市名田区王子町、原田通に、関西学院、英文表記、クワンジー学院、ウエストジャパンカレッジが創立された。当初は、 新学部及び普通学部の2学部から始まった。1910年、明治43年にカナダメソジスト協会が経営に加わり、1912年、明治45年3月5日には、専門学校令による高等学部門下、唱科を開設、高等教育機関となる。同年、高等学部長 CJL ベイツが、カレッジモットーとして、マスタリーフォー・サービス、 奉仕のための連達を提唱した。1921年高等学部門下を専門部文学部、商科を高等商業学部と名称変更。1918年、大正7年の大学令交付を受けて、関西学院でも学生による大学昇格運動が起こり、翌年1月の学生総会で大学昇格促進決議案を議決。 学院当局もこれに理解を示し、6月には報告書をアメリカ、南メソジスト監督協会とカナダメソジスト協会に送付した。両協会は昇格案を条件付きで承認し、1923年には昇格が実現するかに見えた。しかし、米国の学院連合教育委員会は、第一次大戦後の不況による財政難を理由として、 大学開設を1925年以降に先送りするように韓国、外国資金による早期昇格の見通しは立たなくなった。創立40周年を迎えた1929年、昭和4年、高知拡張と大学昇格基金等の捻出を目的として、上ヶ原高知、兵庫県向群港東村、現在の兵庫県西宮市上ヶ原に移転。 その後1932年昭和7年3月7日に大学令による関西学院大学が設立認可され余科を開設。1934年4月1日に法文学部、小経学部を開設した。1937年には大学第一回卒業生201名を輩出した。また、1943年に学院史上初の女子学生、 浜口水らが入学し、1946年には初の女子卒業生となった。教育基本法、学校教育法による申請の関西学院大学が認可され、1948年4月1日、法文学部、商経学部を改祖した文学部、法学部、経済学部の3学部をもって移行開設。1950年には、 新生大学第一回卒業生386名を排出した。1952年に進学部、小学部、1960年に社会学部、1961年に理学部をそれぞれ開設した上ヶ原キャンパス。これにより、分離双方の学部を有する総合大学として発展していく。しかしその後、全国の大学で吹き荒れた、 学園紛争の嵐が、関西学院大学にも及び、学生と教職員との対立が激化し、学院のシンボルであった、時計台前のヒマラヤスぎが一部の過激な学生により、切り取られるなどした。また、1980年後半には、神戸三田キャンパス用地の購入をめぐり、理事会と大学側が一時対立した。結果、翌1989年、 平成元年3月に院長と学長がそれぞれ退陣するという形で決着し、学院組織の改革が行われた以上につき詳しくは、学校法人関西学院の添い参照。1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震とそれに伴う大規模災害、阪神、淡路大震災では23名の学院関係者、在学生15名、 理事1名、現、元教職員7名が倒壊した家屋や土砂崩れによる下木となり命を落とした。物損による被害額は10億3000万円に上った。また、施設、設備の復旧費は総額で約3億7000万円であった。その他、被災学生に向けた学費の全額免除措置などの緊急措置を講じた。学院は現在でも阪神 淡路大震災追悼チャペルを、ランバス記念礼拝堂で震災が起こった1月に行っている。また、進学部校舎の脇に亡くなった23名の学院関係者にちなむ23本の記念食事を行い、震災の記憶を風化させないようにしている。震災直後の1995年4月には、兵庫県三田市に神戸三田キャンパスを予定通り開設し、 総合政策学部を設置した。また、2001年9月に理学部を k s c 移転し、翌年4月には理工学部に改組した。その後も、法科大学院、人間福祉学部、国際学部を増設し、組織の拡張、拡充をしている。また、2009年には、清和大学と経営統合を行うことで、キャンパスの広ぐと教育学部の開設をした。また、 2019年の西宮北口キャンパスの開設に伴う放課大学院の移転拡充を行った。2021年には KSC の二学部の再編が予定されている。日日月、新月あるいは元月とも呼ばれる。1894年、明治27年に当時の学生らによって制定されたもので、月の満ち欠けと学生の進歩と成長を重ね合わせている。 上の、エンブレムとこう参照。なお、この現月のデザインは、第三内委員長、JCC ニュートンの出身である、アメリカ・サウスカロライナ州の周期デザインや、周辺の気象等を参考にし、上記の意味は、後から意味付けされたものとする説もある。関西学院には、英語歌詞及び、日本語歌詞による効果が、それぞれ2曲、合わせて4曲の効果がある。その他、応援歌、 学生歌は約二十曲ほどある。1九百二年から1九百四年に関西学院普通学部に在籍した山田光作は、効果、空の翼、効果、緑の大き鉱山、関西学院昇歌、効果、Asong for Quan G, 応援歌、内触れ旗を、の五曲を作曲している。数ある応援歌のうち、代表的なものを記す、KGBlue と呼ばれる。 本が制定されている。明治期、普通学部、後の旧正中学部では、スクールカラーの導入が検討されており、教員は、各自の出身校のバンダービルト大学の木と黒や、イエール大学の青を、関西学院のスクールカラーにしたいと主張した。1905年、普通学部教授だった、MV ガーナーと普通学部長だった、SH ウェンライトの協議により、 日本語の赤心と熱愛を表す、くれないと純潔を表す、白がスクールカラーとして定められた。1928年4月に専門部学生会は、総空を象徴する、根性を新たに専門部学校法人独自のスクールカラーとして定めた。データは2012年大学基礎データから引用。国際学部は学年進行中のため、在籍学生数が少ない。 関西学院大学の学費では4年間一括明示方式を採用している。2012年度の帰属収入は38,540100万円。内訳の最大は学生生徒等の往復金で77.9%を占める。一方、消費支出は35,09600万円。内訳は58.1%が人件費。 35.3%が教育研究経費を占める。1889年の創設以来、委員長が学院全体を総括する体制であった。しかし、法人格取得以後は経営の責任者として理事長職が設けられ、新生大学以降は学長職が設けられ、委員長、理事長、学長が組織運営に当たってきた。大学紛争後は、 委員長が理事長を兼任して法人を代表する体制になったが1980年代にキャンパス用地取得をめぐって紛糾し事態収束後も法人と大学経営と教学は対地される構図となった教育と研究のあり方は大学の先決事項となりその教学活動と運営のための財政基盤については法人側が責任を持つ経営と 教学分離が進み、組織運営における二重構造が固定化した。経営と教学の分離は、大学における学問の自由、大学の自治を担保する機能をしたが、教育、研究と財政、双方の計画を総合的に立案する経営的な視点が弱くなり、将来にわたる戦略性を高めることが十分にできないという欠点があった。また、権限の分散による、 意思決定過程の複雑化と決定に伴う時間消費が大きく責任の所在も不明確になる問題もあった。1990年代後半から法人と大学が一体となって意思統一を図りながら大学経営に取り組む必要性が強く意識されるようになった。このために0 3年には理事長、常務理事、常任理事と学長、副学長及び学部長が 一堂に開始合意形成を図るための経営協学協議会を発足させ、両者の一体化を進め、2013年に現在の新しい執行体制に移行した。特に表記のないものは、博士前期課程、後期課程、関西学院大学図書館は、教育、研究活動を支えるための基盤的な施設として、図書、雑誌、その他の学術情報を収集、整理、 保管、電子ジャーナルやオンラインデータベース等の電子媒体資料の友などを行っている。また、中高等部生、卒業生及び一般市民への図書館開放などにより近隣の公共図書館との連携を行っている。2000年度から初代図書館長であり第3代委員長である JCC ニュートンの名を冠した作品募集 JCC ニュートン賞を行っている。 2007年度からは、関西学院大学リポジトリを開設し、大学での研究成果を集積し、無償で、学内外に、インターネット上で公開している。学術雑誌、学会誌掲載論文、企業論文、学位論文、学会発表論文、資料、研究調査報告書、科学研究費補助金成果報告書、COE 報告書など、研究資料、ワーキングペーパー、 テクニカルレポート、ディスカッションペーパーなどなどを閲覧することができる。また、1971年以降、図書館法、時計台を発行し、学術図書、資料解説、学術資料講演会の講演内容などを中心に、情報の発信を行っている。キリスト教主義に基づく教育を実施している。学教育、国際交流に重点を置いているのが特徴であり、歴史的に、 北米の大学と強い連携がある。また、理系学部は、理学部に期限があるため、理学職が強い。関西学院大学では、キリスト教主義に基づく教育を実践しているため、全学を通してその精神に即したカリキュラムが構成されている。ここではいくつか、特徴的なものを列挙する。ビジネスパーソン、一般市民、卒業生を対象に、 生涯学習支援を目的とした各種講座をサテライトキャンパスを含む各キャンパスで実施している。下記に示すプログラムは文部科学省の補助金事業としては終了している。しかし一部の事業は補助金終了後も大学独自の資金によって継続されている。文部科学省による科学研究費補助金のほか、同省の私立大学戦略的 研究基盤形成支援事業等により、理工系研究の強化を進めている。関西学院大学は、キリスト教主義に基づく教育を実施しているため、これに関連した行事がある。宗教センターによって様々な礼拝が開催されている。クリスマス関連の行事が12月中核キャンパスで多数催される。西宮上ヶ原キャンパスでは、12月上旬に、 時計台前の2本のヒマラヤ杉をクリスマスツリーとして電飾を飾り付けるのが恒例となっている。その他、神戸三田キャンパスではアカデミックコモンズ前の2本のヒマラヤ杉に、西宮製和キャンパスでは2号館前の1本のヒマラヤ杉にクリスマスツリーとして電飾を飾り付けるほか、社会学部チャペル横広場の木など、小規模なクリスマスツリーもキャンパス内のあちこちに出現する。 クリスマス礼拝も大阪梅田や東京丸の内を含めた各キャンパスで行われ、クリスマス音楽会も各種の行事が行われる。その他、学院創立125周年の2014年から3年間、西宮上ヶ原キャンパスで時計台に投影する形でクリスマスにちなんだプロジェクションマッピングが行われた。関西学院大学の学園祭は新月祭と呼ばれ、 学生組織である大学祭実行委員会のもと、毎年10月下旬から11月上旬に実施されている。メインキャンパスの上ヶ原キャンパスでは、文化の日の頃の3日間、2018年までは4日間、開催される。神戸三田キャンパスではそれよりも早い土日に2日間、西宮製和キャンパスでは11月中旬以降の土日に2日間行われる。メインキャンパスである、 上ヶ原キャンパスの大学祭が特に規模が大きい。室内展示は弱いものの、音楽系イベントのジャンルが、他の大学祭に比べて広く、模擬店も多数出ることなどから、多くの学外からの来客があるため、阪急電鉄は、例年西宮北口駅や高等園駅で、車掌や駅のアナウンスで、大学祭の案内放送を行うほか、 高等園駅と大学を行き来する多数の臨時バスを出すなどして多くの来客に対応している。大学当局から施設の対応などの協力を得るためには毎年総学生数の過半数の署名を集めないとならないことになっている。そのため、大学祭準備委員会が春学期の初めから署名活動を行い、開催が決定した後で大学祭実行委員会が発足することになっている。 関西学院が独自に用意する給付型奨学金がある。現在の関西学院大学には、体育会、文化総部、新聞総部、宗教総部、総部放送局、応援団総部の6総部、法学部学生実地会、進学部学生会の2実会、法学部実地会、小学会研究会委員会、関西学宗教音楽委員会の各参加団体およそ100の 登録サークル、大学公認サークル、他多数の非公認サークルがあり、それぞれ活発な課外活動を行っている。かつては小学生団体の上位に学生会があったが、1968から69年の大学紛争の混乱で、学生会組織は一部を残して崩壊した。戦術の六層部二次地会は残存組織の一部である。学生会の全学執行委員会が、 活動停止したため、学生会費は大学によって代理徴収されていたものの、使用できない状況が8年ほど続いた。その後、1977年に設立された学生会財務管理委員会が、毎年、1968年度学生会予算の配分額により残存していた、諸学生団体の活動資金等として配分し、残額を財務管理委員会や、 大学祭の運営資金などとして、特別予算を編成の上で配分していた。規約によれば、財務管理委員会は、学生自ら、学生会費の管理運営を行うとともに、学生会の組織再建を課題として有しており、全学執行委員会が再建された時点で、解散するとされていた。しかし、2016年4月1日に、学生連盟が発足した。 現在の加盟団体は、体育会、文化総部、新聞総部、宗教総部、総部放送局、応援団総部の6総部、法学部学生実地会、進学部学生会の2次地会と、大学再準備委員会である。財務管理委員会は解散し、学生会も正式に活動を停止した。関西学院大学の学内誌である、関西学院大学新聞の発行主体。 体育会のモットーは、ノーブルスタバーン・ネス、高貴な粘り。体育会は、大学スポーツ協会には参加していない。かつて高等学部定休部が、官立神戸高等商業学校、現在の神戸大学との対抗戦にとし、連続敗退した際に、当時の部長畑館参画部のモットーとして、提唱、採用したものが、全体に広がったものである。1970年代から、 スポーツ推薦入学の廃止等が要因となって、関西大学と共に学生スポーツの低迷が始まった。危機感を持った両校は、その打開策の一つとして、関西大学との間で総合対抗戦、すなわち総合積席戦を1978年より開始した。2012年度時点までの対戦成績は、18勝16敗と、関西学院大学がリードしている。 その後、スポーツ推薦制度が復活し、また指定強化クラブ制度が創設されるなど、大学がスポーツ振興に力を入れる中、下記のように力をつけるクラブも出ている。大学所有、両性運営の寄宿舎が存在する。男子寮は、広明寮、1913年、高等学部寄宿舎として、命名、青春寮、青全寮、1912年、 新学部寄宿舎として、落生の産寮、女子寮として、聖和寮と政風寮が、西宮聖和、上ヶ原キャンパス周辺に所在する。関西学院大学ではこれらの寮を、共同生活を通して人格形成を目指す場として設置している。神戸三田キャンパスには、原材料は設置されていないが、2021年の学部再編に合わせて、設置予定となっている。 夏季のものが設置されている、ランバス館掲示埋校、一覧、五十音順。関西学院大学では、夏季のような広報活動を行っている。このほか2009年の春に初めて、山手線など首都圏の JR 各駅の構内や、車両の中に、道学のイメージポスターを掲示したり、東海道新幹線車内の電光掲示板や、道線のポケット時刻表に広告を掲載したことが、 あった。また2008年3月26日、サッカーワールドカップのアジア地区予選、日本対バーレーン戦が行われた、バーレーンのスタジアムに、大学内裏の広告パネルを設置し、広報を行った。学校法人関西学院が設置する、学校一覧。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。